はい、よいしょ、コーチです。それでは、夕食の方を準備していこうと思います。でね、僕の愛用している鉄板、これ九鉄さんですね。ちょっと暗くてわからないと思うんですけど、熱っ。で、九鉄さんと、よいしょ、こちらは、初期ロットの袋の九鉄の蓋で、こすりもあります。ちょっと暗くてね、わからないと思うんですけど、ご了承ください。これね、蓋と言っても鍋にもなります。ちょっとね、手袋忘れたんで手袋取ってきます。はい、手袋取ってきました。これね、薪ストーブソロには九鉄がぴったりなんですよ。今日はね、ちょっと夫婦で、庭遊びしようと思って、まあ、野遊びですよね、庭、まあ、これは表の庭なんですけど、裏庭ではなく表の庭なんですけど、後でまた奥様の方も登場すると思うんですけど、はい、これね、祖父江さん、九鉄で、奥に見えるこちらの方が九鉄の蓋になります。で、使用グリルは、薪ストーブ、薪グリルソロ、これはユニフレームさんですよね。どうですか、このサイズ感バッチリじゃないですか。こういったね、活用法、まあ、運用の仕方をしてるんですよ。はい、奥様もね、ちょっと合流して今お肉の方焼き始めてます。この辺焼いてくれたらいいよ。ありがとう。昨日ゆっくり食われへんかったからな。寝てなかった。アメリカンスタイルで、どっちも洗わなあかんで。だけも分けてきた。うん。その方がいいと思う。あんこいるやん。
後終わっていらんって言ったの。いやいや、これだけ取るの忘れてた。いや、もう3つ目やパンパン出しとけ。わお、フランです。ファイヤー、ファイヤー。蓋した方がジューシーっていうのは何なんだろうな、そんなことない。油がそうかな、タレつけたら分かりにくいかな、やっぱり。うん、おばちゃん、パパまから食べられる。柔らかいな。まあ、いいわ。いまいちな角度が、まあそれ専用に作ってるとは言うてたけど、絶対にこんな角度ついてないわと思ったら案の定ついてないし、うん、なんか溝掃除、ここの溝掃除する、こっちの、うん、そうやな、いつものヘラなんか取れてね。うん、で、あのヘラのあれあるんですかって確認取ってしてんけど、ありますって言ってたけど、所詮この程度かっていう程度やな。やっぱこっちの方が断然と、うん、熱い手袋、そんな忘れた。なんか熱いなと思ったらやな。